から知らずが我が拳の前に切り伏がいい。どうだろう秀吉、まずは彼らに任せてみないかい。三成君についてきた若者だ誰かを思い出さないか秀吉。なんだてめえに嘘ついてんだろう。だからイカサマ野郎だってんだ。ズケズケと言ってくれる。だが釈明はしない。言葉ではなく拳でわしの心を知ってくれ。問題ねえ。こんなところでうちらが負けるわけやねえ。綺麗にスカンピンだ。何もかも吸っちまったよ。水が これでは先へ進めませぬ。どうだい驚いたかい。この城は水の防壁と。整えたよ。さあ君の思う通りに戦ってみせてくれ大谷君。包み隠さずに行こう。わしはもとよりそのつもりだ。あの日我がいち早く主を止めていれば、いや身も鼻もなき昔のたりに。よう、そうか、気づいていたのか。きっとお前も散々葛藤したのだろうな。我が本当に求めたのは業務。なぜ裏切った。なぜ私を見捨てて生き耐えたんだ。校長ならばそれに乗るのが最初だな。もうなかなかやるじゃないか。やりましたな。この調子で堀の水をどんどん抜きましょうぞ。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。慌てるな。つぶさに戦況を報告せよ。誇れい、そなたは兵を突き込むに足る武人よ。増兵でも良いではないか。我らこそ至高の造業よ。運気の緩い絵を見た。今違いであろう。判別と秀吉様が巨匠の番犬となる許可。いいよ、けれどくれぐれも超えすぎないようにね。不甲斐なし。止めない。力負けなど認可しない。安心しろ、飛ばされる時は俺も一緒で。三成よ、我英雄に使える許可を与える。申し訳ございません。半兵衛様、手柄とムクロがゴロゴロ横たわっておるわ。神のように広がる手を持ちたかった。だがわしが選んだのは石の拳だ。少しはできるよ。不国強兵、我らこそがこの日の本の礎なのだ。その表情、よほどわしを恐れたのだろうな。これ以上お堀の水を抜かせてなるものか。その息だ。秀吉のためにしっかり働いてくれ。何があろうと竹千代様を信じてついてまいりますぞ。策はまだ山ほどあるさ。披露するかは別だけれども、分かってるね。油断は禁物だよ君たち。了解っす。
僕が直接君の力を試させてもらうよ。敵方など誠にあっけないものですが、絆の拳に砕けるものはないのだ。誠に強い、こういうものか。敵を撃つ、生きて帰れ。命じることはそれだけよ。もし心わしづかむその手のひらが、槍を敵に情けは無用、どうか存分に。いやはや相変わらず強えな。逃げも隠れも黙りもしない。豊臣の将たる者が不甲斐なし。簡単に破られる防御ではなかった、それは確かさ。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。じゃあくぐってきたものが違うんだろうな。この城をここまで攻略するなんてやるじゃないか。でも剣でのせめぎ合いの実力はどうかな。本当に残念だよ家康君。君には大きな役目を任せるつもりだったんだけどね。まさかあなたはそこまで買ってくれているとはな。だが謝りはしない。それはきっと侮辱だろうか。全ての敵はわしが負う。ひでよし。待て、我らが夢必ず果たしてみせる。このまま行けば十分に勝てる。わしを信じろ。はい。よくぞ我の前までたどり着いた。褒美だ。覇王の拳を受けるがよい。あなたや三成と共に興じたあの境、あの心地よき思い出を胸に、今あなたと決別する。この後に及んで未だ過去にすがるか家康。ならばその弱きと共に礎として散るがよい。わしが掲げるこれもまた所詮はだとしてもこの歩みを止めはしない。